汽船は開場4日の後、横浜に着いた。自分は海岸通りのホテルに柵話を味わった後、汽車で東京に帰った。人家の屋根の上には、梅毒の広告が突っ立っている大きな都会。電車の停留する四つ字では、噛みつくような声で新聞の売り子が、紳士富豪の秘密を暴きましたと叫んでいる恐ろしい都会。長い竹竿を振り回して子供が往来の通行を危険にしている乱雑な都会。市民と市里と警察里とが表変常なき新聞記者を中間にして相互の欠点を狙い合っている気味悪い都会。その片隅に、ああ、自分の家がある。明治44年9月。